今もやっぱ圧が強いしニンニクえ,えどうしてですか<う>ネギ、うん、えそういうことじゃないの <laughs> 匂いの人だと思われればいい違う皆さんにとって史上最強の敵と感じる人あるいは史上最強のライバル的な存在とあのマドンソクって言おうと思ったんですけど次ちょっとお二人戦ってほしくて、えー まあ今日ちょっと公開かぶってますしね昨日か、はい、昨日かぶってますしでも、なんか今日ここに来て思ったのはあのやっぱりその3から入る中でそのファンの方この,あのシリーズをずっと見てきた方がやっぱ自分にとって一番こうプレッシャーだったまあどう見られてるかわかんないですけどこれから今もやっぱ圧が強いしなんか完成披露の時もそうだったし。<laughs> スリ <強い S 1> <laughs> ーダメだったなとか、ああ、池松入ってね、池松前田入って、何やってんだとかね、言われたくないよね、本当だね、<laughs> やめてよ、だから、これまでベイビーワールド宮廉を支えてきたかあのファンの方が最大の敵でした<ー>、はい、でも、今日からは変わるかもしれませんよね、えー。<laughs> すごい,、はい、い,いこと言うじゃん。ありがとうございます。なんかだんだんハードル上がってきてるような感じがねしますけど、前田さんどうですか。いやでも次のアトムくんの私知ってるんで大丈夫です。<laughs> 私も知ってます。大丈夫。もう大丈夫です。ここまではいい感じでいきましたけど、ここからゆるゆるで送りいたします。<laughs> え、私私ですよね。私すっごいずっと考えてたんですけど、これ以外思い浮かばなかったのはニンニク。ええ。どうしてですか。ネギ。ネギ。うん。 えそういうことじゃないのどういなさいごめんなさ,さ,さい、どういうこと苦手なもの、苦手な食べ物です。好きなんだよ、大好きなの。でも、匂いっていうものがあるじゃん。だから、人のことを気遣うと、今日は食べちゃいけないかもしれないっていうのを、毎日ずっと考えてるわけ。今日だてるだったらにんにく食べれるかな。 今日ネギ食べても明日迷惑にならない。っていうのをずっと考えてるなって考えたときにあ敵ってこういうことかなって思ったんだけど昨日,食べ,たの昨日も食べてない,昨日食べてないだってみんなに会うもんだったみんなと並ばないといけないからそう昨日買った合<格>ってう <laughs> 合格。合格いたしましたか。<格>ありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます。ぜひ美味しく食べれる時が来るといいですよね。本当ですよね。ねお仕事毎日食べたらでも勝てるのかなとも思ってます。あ、逆に,にそういう匂いの人だと思われればいい。違う。違う。じゃなくて毎日食べたら慣れるっていう説ってない？こっち側がですか？あるかもしれないです。アパレルする側が。 ない違う違う違うじゃなくて食べて体がそれを慣れてくれたらその匂いを発さなくなるみたいなすごいじゃんそれそれやればいいじゃん実験そうそうっていうのもあるのかなって私は思ってるんでそれが一番勝てた時ですよねかもしれないですね私毎日食べてるよって言えるようになるはいありがとうございました <laughs> 多分もうこの話はどんどんループすると思うので <laughs> じゃあ、水石さん、お願いします。いや、さっき、あの何言うのみたいな裏でいろいろ話したんですけど、結構、なんか皆さん、いいことを言,う言われましたね、なんかさっきのなんか感じと違うわ、私は変えませんよあの、まあ、田坂のライバルとしましょう。あの田坂は あ,のねありがたいことに皆さんねうざいのに応援してくださってありがたいんですけどあの不憫なところがかわいいとご好評いただいておりましてそういう意味で言ったらやっぱり不憫かわいいの敵オーパンチュースサギとちいかがたさかの敵になってくるのかなと思ってますすいませんあの,あのちょっともうやめます <laughs> あの不憫可愛いのキャラクターが今流行ってて田坂さんは不憫可愛いのキャラクターなんだよちいかわとかをパンチうさぎみたいにって一昨日言ったのは私ですえそうなんですか <laughs> なんだよえ？<laughs> 自分で考えたんじゃないんじゃん泣いちゃった泣いちゃった <laughs> 泣いちゃった <laughs> さあ中井さん最後だよ <laughs> 中井さんお願いします最悪 <laughs> えー、この後いやもう 普通にじゃああの怖いいものを言います<あ>私カラスがめっちゃ怖くて、えー、他に怖いものはあまりないんですけど <laughs> <い>なんかカラスいると見ち帰るぐらい敵です。